久々に田中真紀子さんが登場しましたね。11年ぶりに吠えたということで昨日話題になってました。せっかくですからね、真紀子さんの過去動画、そしてお父様の角栄さんのその過去動画もちらっとねお見せしながら話を進めましょう。これ昨日ですよ。11年ぶりに永田町の土を踏みましたはいいんですが、いやいや驚いたのはこの風貌ですよ。普通ね、このお年で一線から退くと急激に老け込むパターンが多いでしょ。うわどうしちゃったの真紀子さんってなるはずが、全く変わっていません。すごいですよ。空気が相変わらずよどんでるし、きな臭いしと暗い感じがするなというのは第一印象ということで、さあここからねヒートアップしまして、最近のなんか変な答弁を差し控えさせていただきますと、差し控えるというのはやましいから答えられないってことでしょ、じゃあ国会議員になるの差し控えた方が良いですよということでぶっ放しておりましたが、もちろんこの相手というのはこちらの松野官房長官ということになります。いやそれにしてもね、ものすごく弁の立つ頭の回転の速いね、聴衆の心を引きつけるあの田中真紀子さんが、もっととも今ね国会議員の中で言葉に魂がこもっていない、あの棒読み官房長官をね腐したわけですから、こんなもん勝負あったという感じですよね。でそれにしてもですね、皆さん疑問じゃないですか。私いつも思うんですけども、政治家を目指すということは言霊でしょ、言葉に魂でしょ、それがなかったら政治家なんかなっちゃダメですと。でということでね、この松野さん、あどうせ2世議員かボンクラ3世か4世かと思っていたんですが、違うんです。松野さんというのは生粋のね、でも要はね自分の力で上がってきた人なんですよ。普通にサラリーマン生活、これねライオン株式会社のライオンだったと思うんですが、そこに入って松下政経塾を経て自民党の公募制度に応募して自民党の議員になったと。でどうもねその第1号だということで、俺がこの公募の第1号だということで自負しているという話だったんです。ということはね、政治家を目指してここまでキャリア積んだわけでしょ。その人のね、言霊がなくて棒読みってどうなってんだと私思うんですけど、そこが不思議で不思議で仕方がないんですよ。さあそれじゃあね、今回あの問題というのはこれ派閥とかそういうのは絡んでるんですけども、田中真紀子さんのね昔の演説シーンちょっと見てみましょう。2本ねまずお届けしますけど、1本目はこの派閥ということで派閥をいじってます。さあそしてね2本目はやっぱりいじってるんですが、今度何いじってるか、観客、聴衆いじってるんですよ。聴衆をいじれるというのは力がなかったら絶対できないでしょう。これお笑い芸人も同じなんですよ。聴衆いじって笑いを取って一人前でしょう。この素養が田中真紀子さんにはあるということなんです。やっぱりうまいですね。あの功罪は置いときますよ。いいとこ悪いは一回一切この動画で置きますんでね、それを除いて言いますけども、田中さんは明らかに政治家に向いてます。聴衆の心を捉える発信するというのはこれは政治家にとりましてね、一番目に必要なことになりますよ。さあ、まあこれがね、演劇部に起因したものかどうかわかりませんけども、演劇というとこれを思い出すんですね。はい、これ、久米宏さんいるでしょ。なんで関係するかと言いますと、これ、久米宏さんのラジオ、これ3年前に最終回迎えたこのラジオなんですけども、最終回のゲストがこの応募の議員だった田中真紀子さんと。で、なんでお二人が出てるか、これね、結構知らない人いるんですけども、実は早稲田大学時代の演劇部で、同じね舞台踏んでたんです。だからお二人は60年間のこれで知り合いということになるんですよ。で真紀子さん言ってましたね、このクメチン、なんかクメチンって呼んでたらしいんですけども、クメチンはね今と同じで昔から軽妙なトークだったよねって、私憧れていたのよあんたにねみたいな、こんなこと言ってましたね。で田中さんも演劇部だったと。これでなんかね解決する部分あるでしょ。演劇目指して、で実際演劇やってたわけですから、アピールすることがやっぱり得意だったし、それが好きだったんでしょうね。それがねやっぱり田中さんの力にね私は備わってると、につながってると私は思いますね。で演劇って言いますとこんなこともありましたね。これパウエル元国務長官、もう亡くなりましたけども、これ外務大臣時代でしたっけ、まあこれ握手してるシーンなんですが、確かねこれ日本で開催されたやつだと思うんですが、外務大臣かなんかの会合かなんかで、このお二人がね、舞台、まあ舞台と言っても知れてますけども、舞台で演劇、いや演劇じゃないな、寸劇ですね。それをね、数分、1分かそこらだったと思うんですが、なんかセリフ回しをやって二人でね、ちょっとした寸劇をやったというシーンが
ありました。まあ、田中さんね、こう昔を思い出してやっていたんでしょう。で、このね、演劇というと忘れてはならない重要人物がもう一人いるんです。はい、これが我らが大先輩でありますね。はい、望月磯子さん、モッチーでありますね。はい、この磯子さんなんですけども、やっぱり彼女はね、幼少の身切りから、この演劇に憧れて舞台女優に、ね、なりたいなと思ったことがあったそうです。で、慶応高校、慶応大学も演劇部に属していたと。だからこれで皆さんどうです？あ、なるほどなって合点がいくでしょう。演劇部に所属するってことは、舞台に立って脚光を浴びて、そしてスポットライトを浴びてね、私を見て、私は今からアピールするから、はい、カメラどこ？はい、カメラこっち、2カメね、はい、見ますよ。だってこれがやりたいからやるわけでしょ？こういう目指すわけじゃないですか。となると、今のあの会見見てると分かりますね。主人公は私なんですよ。取材対象の政治家じゃありません。だから私がね、今から発言するから、私に注目してと、そういう形になるから、あのね、なんか妙な会見がこれで合点がいったかと思います。そして牧子さんと言いますと、お父さんは何と言ってもこの人になりますけども、じゃあちょっとね、お父さんのね、このトークのうまさというのもこう光りますんで、ちょっとねこのあたりも見てもらいましょうか。日本語は喋れません。だから日本語でどこでもやるんです。私はですね、大統領としても大臣でもごくごく話してるから、知ってると、田中さんも英語をやってんですな。いや、それはね、私はフランスの大統領とやってる時も、ロシアのね、アブレニフとやってる時だって、ワウワウワウってやってるから。しかし、その時には後ろにね、ちゃんとした人がいましてね、同時通訳やってんです。同時通訳の声は普通なんけど、それは私はね、そういう意味で、そして農会からね、英語なんかやりませんよ。必ず笑い取ってくんですよね。これやっぱりうまいですよ、聴衆の心を捉えるのがね。そして牧子さんもやっぱり同じように聴衆の心を捉えるんですけども、じゃあね、牧子さんも他のシーン見てみましょうか。あの旦那さんの直樹さん、まああのすっとぼけたキャラが逆に良かったんですけども、田中さんね、牧子さん、旦那さんもこうやっていじるわけです。こちらもやっぱりうまいですわ。こんな風にいじっていくわけなんですよね。はい、何回も繰り返しますけども、田中真紀子さんの功罪とかね、それは別ですよ。それは私も気になるとこいっぱいありますからね。要はね、自分と自分の家族、それ以外は使用人だって言ったりとかね、まあ到底その辺の感覚っていうのは私もね、理解できませんし、こう感化できるもんじゃないんですけども、今お話をしているのは、この政治家として人の心をつかむと、この技術、これはうまいというのは間違いありませんよ。だから今でもあって出てくるとパッとマスコミが飛びつくんですよね。だから今のね、この松野さんだけじゃないんですが、なんかおっかなびっくり答弁してるのを見るとね、なんだろうかなってやっぱ思ってしまいますよね。さあ、それでね、これまたさっきの会見に戻っちゃうんですけども、いや、田中さんなかなか面白いこと言ってましたね。すべての選挙で候補者が一堂に会して有権者の質問に答える立ち会い演説会の導入、あ、これをやったらどうだって言ってましたが、これに私も大賛成でございます。それで立候補者もね、候補者も鍛えられると。民主主義は言論だから、言葉でどれだけ分かりやすく命がけで喋るかなんですよ。いや、命がけ、うん、確かにその通りと。で、差し控えたらまた出ましたね。いけないとかね、国会議員らの差し控えた方がいいと、当然こういうことは出てくるわけなんですが、まあ本当にこれはマキコさんの言う通りでございますね。いやー、まだまだこれ元気だとしか言いようがないんですけども、まあね、お父さんがああいう形で、まあまあ中国の方にはもう非常にこうね、あの縁が深い人で、マキコさんも完全に親中派ってことになりますからね、政治家に戻ってきてもらったら絶対困るんですけども、まあ面白いということはこれは事実でしたね。このぐらいの人がいた方がね、政治といいますか、これ盛り上がるから私はいいと思うんですけどもね。